ネットで、風俗嬢に暴言を吐いた名門大学生が、それらのログや、個人情報などを、暴露され反撃された、という話題があり、不意に不安にはなる。風俗嬢への評価、それはもちろん高くない、というか。昭和の頃だろうか、よくありそうな話として悪夢、それはある。相手がお偉いさんのご子息、とかいう立場だったら、その後、何が。玉川徹氏には、この時の大学生の、感覚、が実際はあり、そして奇妙な何かもある。問題はこの時、世論、派どっちの味方か?という問題だ。自分の理解としても風俗嬢は職業として不要。しかしそれはこの時、女性側の立場を著しく悪くする。要素がないとも言えない。情のない言い方はある。なんでそんな仕事してんの?他に仕事がないからに決まってんだろうが。この時、責められるのは、誰?